はいどうもこんにちは、フーガです。今回もニャンコ大戦争やっていきます。今回は、まあ、行けたら北海道も行くんですけど、沖縄かな、また九州に戻っちゃうんですけど、沖縄だったかな、あともう一つなんとか島っていうのが忘れたんですけど、まあ、結構僕もパワーアップ強化しまして、まあ、猫ビルダー、猫壁、あと鼻水が美脚猫ね、まあそして猫 UFO など、これは紹介したかな。そして猫ドラゴンで、前が何だったかな、猫カンガルーみたいな感じだった。そして猫タラポッチっていう、もう原型をとどめてないというかね、超絶破壊力、強靭な体力を備えた破壊を司る猫神様。はい、ということですごいですよこれ、本当強いからね。これ一体でも攻略できるっていうマップというか剣がいくつもあるんでね、はい、まあ、やっていきたいと思います。あ、鼻水がやばいですね、今ティッシュがない。宝も結構集めたんですけど、まあ普通ばっかで申し訳ないけど、関東と東北地方のところはもうほとんど宝を揃えました。はい、でそして北海道、いやーなんかすごいね、オーラが違う、もうでかい。じゃあやっていきたいと思います。統率力もね50も使ってね、上がっていきましょう。はい、まあ、使用というかセットしている、まあ、猫ジュラ以外は多分最高のな、あのパワーアップを兼ねさ、うわ早い、リス早い、そういう作戦か。猫忍者ガマ忍者、え、リス怖い、リス強いぞ、リスやばい、強い、美脚もまあまあ強いからね、すごいパンチ効いてるよ。いや蹴りなんだ、あ来た猫だらぼっち、早いね、意外とリスも溜まるからね。よし行け、リンカーンかな、これは行け、おお、やばい、鼻水が超うるさいかもしれない、ティッシュがない、いけるね、お、クマ来た、すいません、ちょっと外の音が入ってるかもしれません。うわー、ボス勢ぞろいだな、これは。うわー、猫だらぼっちがやられた。クマは結構吹っ飛ばされたりとかするんですけど、なんかあれすごい体力が多いのかな、来たと思っても倒せないんだよね。いいぞいいぞ、もう攻めよう、ババアもう箱持って出たのに出しまくろう。あっ、あ、意外と美脚猫が行くんだけどね、強いな、クマが強すぎる、あとなんかモルフォンみたいなのも強いね、なんか強いけど、まあガマ忍者の凡庸性というか、なんかスピードも速いしね。うわ、クマ2体か、厳しいぞ、これちょっと厳しいな。ちょっとネコタラボーチ美脚が強い、すごい強い、あ、鼻水か、長期戦だな、これは。もしかしたら北海道だけで終わるかもしれない。できれば沖縄も行きたいんだけどね。来ました、猫だらぼっち、つえー、あー、ダメか、この、あ、この3体同時相手じゃきついな、やっぱり。お、もうすぐで攻撃の射程距離だ、怖いな、あ、やばい、マイクラ時みたいに鼻水がやばいな、ティッシュが近く見ない、強い、お、射程距離もういいかな、もういけ、クマさん強い、すごいタフだな、これでゾウさんとか来たらやばいぞ、ゾウがね、ゾウが来たらやばい、これは。あ、でも多分ネコダラボッチの攻撃を、まあ、2、3回あれば倒せたと思うけどな、なんか強いなぁ、むしろ
ドラゴン出してみる。ちょ、やばいな。かなり押されてるんだけど。やばいやばい。やばい、早く早く早く。早く。ちょっとやばいやばい。これはちょっとやばいな。初負けかもしんない。今まで負けたことないのに負けたかもしんない。あのクマを倒せば、倒せば、状況は逆転するんだけどな。来た。ダメだな、強い。お、来た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 。まだ望みあるだろう。お、来た。おし、さすが、さすがね、猫だらぼっちだな。こっちのもんだな。もう多分出ないと思うから。また出た。きつい。お前きついよ、ほんと。今のうちに出しとかないと。猫ジラもいけ。まあ一回も強化してないけどね。うん、お、強い。やっぱ猫ドラボッチ強いな。いけ、もうやつを倒す前に北海道飛ばせ。いけ、強い。今のクマが一番強いよ。やばいな、このかなり強化したんだけど、これでもダメなのかな。あー、勝った勝った。おー、経験値がすごいもらえる。はい、ということで次はどうなるのかな。沖縄県か。沖縄県も行きたいけど、まあここだね最後は。なんとか島。はい、まあ沖縄も行きたかったんですけど、予想以上に手こずってしまったので、今回はこれで終わろうかな。まあ牛猫とかも解放していこうかなと思います。赤いというか、赤い猫フィッシュも出していきたいですね、うん、はい、ということで今回もこの辺で終わりたいと思います。まあ牛猫か猫フィッシュどっちかを強化していきたいと思います。まあ快適に強いキャラクターがいなかったので猫フィッシュにするかな。多分猫フィッシュを強化していくと思います。はい、それじゃあ沖縄は、次は沖縄、そして次はなんとか島、西表山だったっけ。はい、やっていきたいと思います。じゃあ沖縄県やっていきましょう。早速次で最後かな。沖縄県の次が最後かな。何も変わってない限り、僕の記憶が正しければね。はい、やっていきましょう。はい、敵も全開ですね。いきなりカバさん出しちゃいますか。きついな。なんか新キャラが出るのかな。ここで新キャラはきついぞ。ちょっとまあバンバン出していこう。ためるのはちょっと時間かかるからね。押していこう。こうやってなんか敵ボス、中ボスみたいなのを倒してからゲットしたので、それ強いやつをバンバン出していこうということです。はい、来ました、ネコクジラ、いけ。じゃじゃーん、早いですね。まあでも猫ではないですよね。はい、ちょっとバグってしまったので仕切り直しでいきたいと思います。さっきからちょっと取れないんですよね。何回かもう失敗してるんで。はい、まあじゃあバンバン出していこう。カットかなここは、うん、やっぱりね、ペンギンさんをいきなり出してくるとやっぱりもう最後に近いからな。最終局面手前だからね。いけ、もうペンギン倒せ。ペンギン倒してクジラをゴー、いけ。いやー、クジラはもう赤い的には強いと聞いたんですけど、普通の的にはどうなんだろうね。もう普通に強いと思うけど、ね、普通に。ペンギンさんが多い。南極はペンギン、ペンギンじゃなくてない。沖縄も新キャラが出んのかな。北海道は熊押しできたから、ね、すごい熊押しだ。お、あ、強いね。クジラさん強い。ゴリラ来た。敵ではない。ゴリラちょっと苦戦を強いられましたかね。攻撃が早い。ユーフォン出していこうか。多いな。ペンギン押しみたいな。新キャラ出ないのかな。
これなら楽勝だな。もしかしたら北海道につなげるかもしれないし。よし。ゴーゴーゴー。ゴーゴーゴー。出るかな？出ない。出ないぞ。まさか。これで終わるとかない。何か、何かあるはず。何かあるはずなんだよ。終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう。え？マジ？え、これで終わり？終わっちゃったよ。北海道より簡単だったぞ。おかしいな。早く倒しすぎたかな、これ。ちょっと待って。ほう、西表島ですね。はい、まあ、飽きなく終わってしまいましたけど。じゃあ次は西表島をやっていこうかなと思います。これで最後かな。第1章、最後。タイトルにあれかな。第1章とか、つけるの忘れてたけど。2章からつけていこうかな。うん、はい、ということで、沖縄がちょっと、まあ、なんか物足りない感じでしたけど、終わりたいと思います。はい、それではね、終わりたいと思います。はい、次で第1章最後です。それではご視聴ありがとうございました。